ブリックサバーゲルトは、ドイツベルリン出身のミュージシャン、詩人。作曲も行い、俳優、パフォーマーでもある。1980年、当時の西ベルリンで結成された、ロックバンド、アインシュティュール・ゼンでノイバウテンの、創立メンバーでリーダー。ロックバンド、ニック・ケーブザバットシーズの創立メンバーでもある。黒髪で黒ずくめの衣装に身を包んだ、背の高い人物。 取り立てて、学問を積んだわけではないが、歴史やドイツ文化などについて白色がある。加えて周囲から、異星人、現実離れした人物と呼ばれる人格の持ち主でも、ある。パフォーマンスは主に声を用い、切迫した悲鳴のような叫び声を得意とする。かつては、病的とまで言えるほど華奢で、痩せこけた風貌だったため、ゴスのアイコンとして、カリスマ視されていた。 しかしワイン好きであるせいか、近年は加速度的に体重が増え、今では文字通り巨漢となってしまっている。加えて文化人として名声を得るようになったこともあり、反発や失望を感じる人間も少なくない。芸名のブリクサ・バーギルとは芸名をつけようと思い立った時に手に取ったフェルトペンに記載されていたブリクサの文字とケルンのダダイストの一人。 ヨハネステオドはバーゲルトのせいから引用。語呂がよく気に入ったので使うことにした。世界的に有名な人物となった近年では公式にブリクサバーゲルトの名前を使う幼児地帯から要請を受け、現在ではパスポートの上でもブリクサバーゲルトになっている。なお、キャッシュカードの上でもブリクサバーゲルトなのでドイツ語圏でカードを出すと驚かれるという。バーギルトはドイツ語の 性の金イコール現金という意味だからである。アインシュトールゼンでノイバウテンでは、名実ともに主導権を握り、作詞作曲から編曲の一切を取り仕切る。自らは、ボーカルとキーボードを担当する。ノイバウテンは1980年代のノイズミュージックとパンクロックを融合させた過激なパフォーマンスで一躍有名になり、現在では、 音を追求する実験音楽的なロックへと変化を遂げている。全世界的に知られるバンドであり、特に欧米では、現在もカルト的人気を誇る。日本では1980年代に爆発的な人気を誇ったが、現在では根強いファンが残るだけで、評論の上でもインダストリアルノイズの歴史の文脈で語られることが多くなった。ニック・ケーブ ザバットシーズではギターをひたすら書き鳴らす演奏法を用いた。そのため曲によっては全面に出ることもあれば、全く出番のないこともあった。またザ・ウィーピング・ソングに代表されるデュエット曲では、ボーカルも務めた。ブリクサは2003年に、ノイバウテント自身の活動に専念するために、ファンは、もちろん、長年の友人である、バンドリーダー、ニック・ケーブからも惜しまれながら、 バッドシーズを脱退した。人によっては、バッドシーズの一員としてのブリークさのイメージの方が強いという。ソロ活動においては、ボイスパフォーマンスレで、スピーチパフォーマンスや、記憶の執行など、声や言葉を用いたパフォーマンスが主である。また演劇や映画では、浮世離れした雰囲気を生かした役が多い。意外なところでは、ドイツの代表的なホームセンターチェーン店ホーオンバッハの、 テレビ CM でカタログの文章をパフォーマンスを駆使して読み上げるというものがあった。近年ではアルバの音とのプロジェクト暗部での活動が多くなっている。日本にはノイバウテン及びバットシーズでの来日の他に、記憶の執行の公演で1995年に、また暗部として2011年に来日している。昔からロマンスが多く、女性関係は元より、 熱狂的な女性ファンとのトラブルで苦労したこともあった。ブリクサは、ノイバウテンのオフィシャルホームページのノイバウテン .org の管理人で、ノイバウテンの活動にも協力している、中国系アメリカ人のエリンズーと結婚し、二人の間には娘アンナがいる。ありがとうございます。